郎監督が早く来すぎたと。はい。なんかもう北海道では話遅刻マンみたいな。違うらしい。ふなっしー、今日もふなっしー目当てのお客様がたくさんいらっしゃってますけど。ありがとうございました。はい。北海道の皆さん。ふなっしー、もうちょっと前で見える。あ、ね、大丈夫です。あのふなっしーがね、はい、あの来ましたので、はい、あのふなえもんとふなっしーって本当仲いいんですか？あ、仲いいんですよ。はい、もうこれはもう見てもらうしかないですね。はい、だからね、一緒に西船の船橋やって居酒屋で飲んでるし。あの、あ、なるほど、居酒屋でこういうツーショットも見ることができるってことなんですね。そうそうそう、あの船橋名産の小松菜杯ってなってるし、はい、飲んでるし。あ、小松菜ですとかね、そうそう、話以外にとかね、はい、あ、でも船山肌の色いいもん。今日も一段と肌ツヤがよく出て、あの船橋からね、あの船橋の梨の良さ、美味しさっていうのはちょっと皆さんに、どんなところ美味しいですか？あ、船橋の梨は本当にあのモンドセレクション的な品種みたいなのじゃなく、本当にあの優秀な梨だし、はい、青い、はい、青い、はい、
T シャツ着てる。はい、はい、はい、じゃあ大きな声で質問をお願いいたします。ダイエットは考えてますか？ダイエット？はい。でもさ、ちょっとポッコリ
りした方が可愛いなしな正しい正しいプリンありがとなしー愛してるなしー愛してるなしーもう素晴らしいですね熱烈なファンでありがとなしーということでありがとうございます。さあふなっしー、あの今日ですねちょっと涼しくてねふなっしーの体調もいいかと思いますけど、うん、はい、今後の活動っていうのはふなっしーはどういう予定ですか。お、はい、とりあえずね、来週はあの香港に行きますし、香港のフードジャパンエキスポっていうのに、それはあの日本の食材を海外に教えるための紹介するためのあのイベントだしな、はい、でその後はあのロサンゼルスに行くことになったし、海外的に大活躍ですね。素晴らしいね。私英語はそれではあのそろそろ本当にねもう短い時間で大変もう申し訳ないんですけど、最後にふなっしーから皆さんに、はい、ふなっしーを食べてねも含めて